三池大論とは、治療は国主の供養か、人子音であるかについて、樹伏せを主張する三信恩寺、日、秋田と不樹伏せを主張する池上本文寺、日時との対論で、幕府が両者を江戸城で対決させた論争を言う。1630年3月25日樹伏せ派は、治療は国主の供養であると主張し、不樹伏せ派は、治療は供養の瀬と人子音の瀬があり、 供養一地図には返すべきでないと主張した。1630年5月13日幕府は、大論を採決し、徳川栄康が、不樹布派を禁止した裁きに違反した罪として、不樹布派を敗者とする結論を下した。池上本門寺、ひじは、新州稲に、流罪、中山北家教授、被検は、遠州横須賀に、流罪、平賀本土寺、ひは、伊豆戸田に、流罪、 小西団林、肥料は、佐渡の地、欧州中村に、流罪、肥門や北家寺、日清は、新州上限に、流罪、中村団林、秘密光は、欧州岩木平に、流罪、となった。また、藤伏せ派の死亡者として、大きな影響を与えた秘翼は、採決直前、六百三十年四月二十二日六十六歳で、京都名格寺に没したが、死後にかかわらず再度、 津島に流罪となった。さらに幕府は、藤伏派の拠点である池上本門寺を比縁に、京都明覚寺を日干しに与えた。身濃福恩寺はこれを後期として、飯高団林、中村団林、小西団林の三団林を接収し、中山北家教授、小湊誕生寺の藤伏派の拠点をも支配下に収めた。ありがとうございます。